ガオー、浜田山、虎の子不動産です。こんばんは。平成7年にブレイクしたのがアムロナミエです。歌とダンスの両方の魅力もさることながら、彼女は同時に茶髪、細眉、ミニスカートといった、彼女のファッションを真似るアムラーと呼ばれる少女たちを生み出しました。その少女たちはただ従順に、家庭や学校に収まることを良しとせず、 自由を求めてストレートに出てきたのを存在しましたアムロはそんな彼女たちの代弁者でした昭和52年沖縄県生まれ平成の歌姫平成30年9月現役引退それではお先に失礼します